どうも、今回はレノボからゲーミング PC をもらっちゃいました。これね、新品ではなくて、PC メディアとか私みたいな個人レビュアーの元を渡り歩いてきた、貸し出し用のマシンだったものです。主なスペックはこんな感じ。全く同じスペックのモデルは、すでに販売を終了してるみたいです。動画を作れとは一切言われてないんですが、せっかくなんでね、普段の貸し出しではできないパーツの分解とか、いろいろいじってみました。搭載パーツは時期やモデルによって変わると思いますけど、レノボのゲーミング PC が気になってる方にはちょっと参考になるかもなので、ぜひゆっくり見ていってください。パーツの分解で PC が故障した場合、メーカー保証は受けられない可能性が高いので、初心者の方は真似しないでくださいね。まずはケースから見ていきましょうか。ケース前面のロゴマークが光ってることに加えて、RGB ファンが前面に2つと背面に1つ搭載されています。強化ガラスが分厚いのか、サイズの割にはサイドパネルがめっちゃ重たかったです。CPU クーラーもファンが光ってますし、グラボも光ってます。ちょっと見えづらいですが、バックプレートにもライティングが仕込まれていました。CPU-Z を見てみると、どうやらこのグラボは MSI の OEM 品みたい。ツインファンで補助電源は8ピンのみ、TDP も 220W なので、RTX3070 としてはちょっぴり性能が控えめです。ケースの天面にもテープ状のライティングが仕込まれてました。ライティングパーツはかなり多い方です。発光パターンは専用ソフトウェアから制御可能で、ライティングを消すこともできます。グラボや CPU クーラーをばらしてみようと思ったんですけど、ここに謎のパーツがくっついてるんです。これ何のためにあるんだろう。では電源を落として分解してみましょうか。謎のパーツはネジ2つを外せば簡単に取り外せました。マジで何のためにあるんだろう。続いてグラボを取り外そうと思ったんですけど、ケースの右奥にもネジがあったり、かなり頑丈に固定されています。配送時にグラボが外れたり、接触不良が起きないようにしてるんでしょうか。はい、無事にグラボを取り出せました。なかなか個性的なデザインですね。性能面についてはこんな感じ。3070としては標準的なスコアだと思います。続いてメモリも取り外してみました。SK ハイニックスという韓国のメーカーで、PC ショップではほとんど見かけませんよね。バーコードのシールが曲がっちゃってますけど、別に問題はありません。裏配線はなかなかのカオス、光るパーツが多いとこうなっちゃうんですよね。でも結構綺麗にまとまってると思います。電源は 650W で AT プラス認証はゴールド、FSP の製品が採用されていました。3070の推奨電源は 650W とされているので、問題はないけど余裕もありません。RGB ファンを制御するためのハブもありました。ポロッと外れやすいパーツですけど、ちゃんとテープで固定されてて素敵です。ハードディスクが1台標準で搭載されていましたが、2.5 インチが1台と、3.5 インチはもう1台搭載できるみたい。ケーブルの処理がかなり厄介ですけどね。CPU クーラーも取り外してみました。これどこのメーカーが作ってるんでしょうね。レノボが独自に作ってるのかしら。シネベンチ R23 を回してみたところ、スコアは標準的だったんですが、CPU 温度が結構上がってまして。分解してみて気づきましたが、CPU グリスがカピカピに乾いちゃってました。これはもうグリスを拭き取った後ですけど、カピカピのグリスがボロボロ落ちてきちゃって、掃除がちょっと大変でした。CPU は市販のものと変わらないように見えますが、黒いゴムみたいなパーツがくっついてて、取り外せないんですよね。グリスが溢れないようにするためのパーツなのかな。まあ少ないよりは多めに塗ってくれた方が安心ですが。ピンはしっかり綺麗でした。マザーボードはマイクロ ATX でチップセットは B550、レノボ独自のものみたい。M.2SSD は剥き出しの状態で、ヒートシンクは非搭載。転送速度はなかなかいい感じですね。ハードディスクもありますけど、ゲーム用途ではあんまり使いたくないです。ゲームをインストールするだけでもかなり遅く感じます。ワンスロットで収まるものなら、キャプチャーボードなどの拡張カードもさせそうです。無線 LAN のカードも刺さってました。グラボの補助電源は8ピンが2つありましたけど、電源容量が 650W なので、これ以上ハイスペックなグラボを積むのはちょっと微妙です。あとはケースファンの端子にまだ余裕があったので、エアフローをさらに強化するなら、ケース天面に 120mm ファンを2つ増やしてもいいと思います。背面の IO ポートが最小限なのもちょっと気になるかな。用途によっては USB ポートが足らなくなるかもしれません。
では一通りパーツをチェックできたので、元に戻しましょうか。CPU クーラーにへばりついてた古いグリスをきれいに拭き取りまして、最近気に入ってる MX4 を塗り直しました。一通り組み上がったので、強化ガラスパネルを閉じまして、ちゃんと電源が入るか緊張の瞬間です。はい、問題なさそうですね。再度シネベンチを回してみると、95度くらいだった CPU 温度が10度くらい下がってました。PC の設定はそのままなんですけど、ここまで下がるのは予想外です。あんまりいいグリスを使ってなかったのかしら。ではここからは定番ゲームをフル HD 解像度で動かして、どれくらいフレームレートを出せたかご紹介します。ただ冒頭でもお伝えした通り、全く同じスペックのモデルはもう販売終了してるみたいなので、参考程度にご覧ください。まずはフォートナイトをプレイ。最高画質でも平均100以上で安定しています。なんたって3070を積んでますからね。これくらいフレームレート出てくれないと困ります。こちらは競技設定。レンダリングモードはダイレクト X11 で、3D 解像度と描画距離だけ最高に設定しています。遠くの敵を狙った時とか、瞬間的に200を下回る場面もありますけど、概ね平均200以上をキープできています。CPU が Ryzen 7、5800X や 5700X ならもっと伸びそうですけどね。個人的にはこれでも十分な性能だと思いますが。レンダリングモードをパフォーマンスに変えて試した様子がこちら。場面によって大きく変動しますけど、一応平均値は300を超えてます。やっぱり Ryzen 7、5700G だとフレームレートがいまいち伸びづらいように感じます。最後にフレームレートの上限を240に設定して試してみた結果がこちら。普通に走り回ってるだけなら240に張り付きますが、遠くまで描写されるとどうしてもフレームレートが落ち込みます。240固定にこだわるなら、CPU はもうちょっといいやつを買った方がいいかもしれません。続いて Apex Legends。最高画質でも平均150くらい出せてますね。そこまでガチでやり込まないなら、無理に画質を落とす必要はなさそうな感じです。低画質で試した様子がこちら。平均200以上出てますけど、240に張り付くほどのパワーはなさそうです。まあ十分快適ですけどね。その他のゲームを試した結果はこんな感じ。いずれも解像度はフル HD で、最高画質で試した結果です。バトルフィールドやタルコフは最高画質でも快適に動かせますが、ある程度やり込むならちょっと画質を落とした方がいいと思います。モンハンライズは100以上のフレームレートが出てもおかしくないんですけど、なぜか伸びきらず、60を下回ることはないので問題ないんですけどね。続いてレイトレーシング対応ゲーム。最高画質のレイトレオンで検証した結果がこちら。さすがは3070と言うべきでしょうか。レイトレ対応ゲームも最高画質でぬるぬる楽しめちゃいます。最後に Twitch で動画配信を試した結果をご紹介します。配信ソフトは無料で使える OBS を使用しました。エンコードの設定は配信はハードウェア、録画はソフトウェアに設定しています。平均フレームレートはちょっぴり落ちますけど、全然問題ないレベルです。CPU 温度がちょっと高めですが、これはグリスを塗り替える前に計測したものです。最後にフェイスリグを使ってアバター表示にも挑戦してみました。スペック的には何も問題ないはずなんですけど、場面によっては映像がちょっとカクついてました。フレームレートも結構落ちちゃってますね。ブラボは十分だと思うので、PC1 台で VTuber になるつもりなら、CPU はもうちょっと強い方がいいかも。ということで今回はレノボからもらったレギオン T550 で色々遊んでみました。CPU グリスが想像以上にカピカピだったのはちょっと驚きましたが、性能面は搭載スペック通りといった感じ。ライティングパーツがたくさん搭載されてますし、デザインは結構かっこいいと思いませんか？配線の処理をはじめ、パーツの接触不良などが起きないように最大限配慮されているのもこだわりを感じられます。今レノボでゲーミング PC を買うなら、おすすめはこのモデル。Ryzen 7、5800と RTX 3060を搭載して、約16万円で買えちゃうのはめちゃめちゃコスパいいですし、レノボとしては珍しく納期がめっちゃ早いです。仕様には明記されてませんが、公式サイトを見る限り、CPU クーラーは簡易水冷タイプが搭載されているみたい。もうすぐ最新世代の Ryzen が出てきますけどね。最新 CPU にこだわらないならありだと思いますよ。せっかくゲーミング PC を買うなら、やっぱり見た目のかっこよさにはこだわりたい。
という方は、レノボを候補に入れてみてはいかがでしょうか。では今回の動画はこれで以上です。今後も PC ゲーマーに役立つ動画を作っていくので、ぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。気になることがあれば、お気軽にコメントをどうぞ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。